レディオアンコールバディーズスペシャル。イエーイ。Yep。レディオアンコールバディーズスペシャルをお届けします。最後までお楽しみくださいね。改めましてバディーズのケビンです。フミヤです。シュートです。タケです。ユーマです。僕たちはバディーズセブンスシングルハートとエイスシングルザ・ワンを12月5日にデジタルリリースをしました。ということで僕たちはハートについてお話ししたいと思います。はい、お願いします。はい、突然ですけど、はい、ザ・ワンとハートなんと私ケビンが制作しました。いやこれはね、ありがとうございます、はい、マジですごい、ありがとうございます。すごすぎ、めちゃめちゃいい曲。こちらは初のバラードになるんですよね、バディーズの。そうですね、ハート、はい、まずメッセージ性として一応テーマが一個あって、うんうん、君との日々は心に刻むアートとなるっていう、うん、テーマがあって、そこに、ね、いろんな思いが募って、はい、曲をね聴いてくれる人のストーリーもねプラスになって、はいはいはい、このアートになりますよっていう曲になってます。もうこれ素敵すぎますね。美しいよね。美だよ、美。いや本当に綺麗。もうなんかみんなはどう思ったの最初。いや、それこそ、うん、あのデモをもらって、うん、でこうタイトルとかも一緒に来て、うんうん、聞いたんですけど、やっぱりもう率直に感動でしたね。嬉しい。いやなんかもう素敵すぎて、うんうんうん、本当にさっき LINE でなんて送ってんだろうって見返したら、うん、素敵ですって染みてる感じが伝わってきた、はい、いや本当に。でやっぱりこうね題名も見て、うん、あそういうことなのかなっていう風に、で実際こう後々さこういろいろ日本語訳だったり解説とかを実際に送ってくださって、またそうだね、でねチームでのこの解釈を統一させて、そうそうそう、いやなんかもう本当にだからもうめちゃめちゃいい曲だなって。いや本当にいい曲。ありがとう。このタイトルの表記もちょっとさ独特じゃん。これも少し考えたのがあって、まあ、付き合う時とかは距離感が近いから、はい、まず二人称の You で呼ぶじゃん、はい、でそれが遠い存在になってしまって三人称の Her に変わる。これを聞いた時は僕は鳥肌立ちましたよね。 その時にはもう思い出となってアートになってるよねっていう題名になってます。もう僕はこれをタイトルをこう教えていただいた時に、うん、マジかっていう。まず一個タイトルでまず鳥肌立って、うん、で曲聴いたらこういうことかってなる。だから本当にしかもなんだろう、いろんな思い出とか自分の経験と重ねられる部分があると思うから、こういろんな人に刺さる。そうだね、曲だと思います。なんか聞く時の感情によって全然なんか受ける感情が違うなっていうのがあって、最初に聞いた時と今のちょっとハートへの対する印象とか聞く時の感情で違かったりするから。か最初送ったのワンコーラスだけだったじゃん、うん、確かに。でその後にフルを作って送ったじゃん、はい、でフル の2番以降の展開が結構さ、うん、想像つく人あまりないと思うんですよ。いやそうですね、あそこでこうなるんだっていう驚きは確かにま、ね、またちょっと変わるかもね、その印象は。拓也、うん、はどうでしたか。なんかこのハートっていう曲名、うん、でこのアートっていう部分がなんかやっぱりそのなんだろう、唯一って意味はあるなと思って、その、うん、結構アートの作品とか絵とかもそうですけど、うんうん、なんだろう、同じものってないじゃないですか、うん、そうだね。だからなんかそういうなんだろう、思い出もなんだろう、誰一人としてこう同じものがなくて、それぞれこう良さがあって悲しさがあって、そういうなんか美しいものとしてこう残っていくんだなっていうメッセージがあるなっていうふうに思いましたね、うんうんうん、そういうことです。なんかこのレコーディングとかさ、はい、はいはいはい、まあスルーとは進んだ感じはしたけどさ、そうですね、はい、なんか実はここ歌ってみたいんだよねとか、なんかケビンに異議申したい人います。でもそれで言うと、うん、その僕とか、まあ、フミ君とか、うん、まあ、全員ラップ担当なんで、はい、ラップの部分を、うん、もうめちゃめちゃ練習してきて。そうだよね。そうただめっちゃ、かも超かっこいいじゃないですか、ね、低音で。ただやっぱ難しくて、こう隣にいるねシュースさんがねバチッと決めてね。あの僕らじゃなかったんですけど。でもやっぱなんか、まあ、それもこうシュート君だなって、うん、逆にこう感じてしまうぐらいぴったりすぎて、ね、ただやっぱこう練習はしてたよって。いやもう感じてました。っていうっていうとこだけとりあえずここでね
そうね、このコーナーで言っとこうという。でも確かにあそこは低いし、そう、なんか僕自体もやっぱボーカルで歌うことが多くて、やっぱ結構ねバディーズの曲高かったりするし、うん、確かに確かにめっちゃ高い。でなんだろう、やっぱり低いラップっていうのがなかったから、自分的にも結構新しかったし、なんかまたこうラップ面でも違った魅力を見せるのかなって思いましたけど、確かに、超出てた。いや嬉しい。でも声が単純に豊かになったよね、シュートは。声色、うん、ありがとうございます、嬉しいです。ザワンじゃなくてハートのサビの普通にメイン撮ってる時にさ、はいはいはい、もう声が今までと違いすぎて、こりゃ次のパートもできんじゃないかなと思ってここ歌えるって聞いたの覚えてる。僕もあのこっそり練習したんですよ。ラップの部分かっこよすぎてね。いやもうかっこよすぎて、そう、もうどこが来てもバシッといけるように、ね、もう構えとこうと思って、そしたらね来て実際僕になったのでドンピシャでした。まあ良かったなって思いましたね。ありがとうございます、その説は。ありがとうございます。レコーディングスムーズに行きました？行ったんじゃないですか、気がしますね。でも僕の曲全部スムーズだよね。確かに。そうですね。やっぱりこうなんだろう、多分というか、まあおそらくこのなんていうんですかね、ケビン君だけというよりかは、やっぱこうバディーズのメンバーに向けてちゃんとこう寄り添ってデモを送ってくれてると思うので。ああそうだね。だから。歌いやすいっていうか、なんかあとはディレクションがもう分かりやすい感じ、的確なね、もうもうちょっとこうしてとか、さっとさっすっす、時間かかんの嫌だから。確かにテキパキ、一応6時間ぐらい撮ってもらってるけど、結局2時間で終わってるから結構多いよね。結構巻き巻きですね。ね、巻き巻きで。ありがとうございます。早く帰れれば一番いいじゃん。早く帰れていいものができる。そうそうそう、一番いい形だから。ね、ミックス大変だけどね。そこからが大変ですけどね。そこからが大変だけど、で毎回いいものできてありがとうございます。ありがとうございます、本当に。そして12月9日、はい、10日にはバディーズボリューム4ウィンターランドが開催されます。はい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 、こちら LINE キューブ渋谷にて 2days 3公演となってますけども、はい、今どんな感じですか、準備の方は。もうでも固まってきましたね。固まってきまして、もう今はガンガン通したりとか、ね、しておりますけども。楽しみだね。楽しみっすね。なんかステージ大きいらしいしね。そう、あんまりねネタバレになっちゃうから言えないけど、またちょっと違った印象が与えられるんじゃないかって、やっぱそれこそハートのおかげもあってこう、幅がね多分広がると思う。そうだね、まあ、やるとは言ってないですよ。言ってないけどね。やるだろ、リリースはするけどね。やるとは言ってないんですけど、ハートやるとは言ってないですけど、ハートのおかげで。言ってるやつ。でもハート見せるの楽しみです。あ、やめろ。やめろ。まだ分かんないんだから。分かんなくないか。なんかパフォーマンス組とはしたらさ、何言ってんだよ、パフォーマンス。絶好調で参ってます今日も。パフォーマンスする側としては、はい、ハートはさ、はい、どんな気持ちでやりたいの。やるか分かんないけど、気になる。でもやっぱりこう曲がすごい、なんだろう、リズムとかはすごいゆっくりめじゃないですか、他の曲に比べて。だからこそ一つ一つのその動きとか、この体のウェーブとか、そういうのがなんかすごい、体の扱い方とかが大事だから、バラードもうバディーズ初めてだし、ね、なんかすごい、なんだろう、ダンスも新しいものを問われてる感覚がすごいあるんで、ね、結構やっぱ過程が大事だからね、バラードって。そうそう、だからなんとか本番までにより良いものを見せれるようにしたいなと思います。頑張ろう。はい、頑張りましょう。どうですか、ラップやりたかったし ね。いやいやいや、言ってないです。急にね。でもやっぱダンスでは、やっぱ技術ももちろんですけど、なんか感情で伝えられるようなダンスができればなと思いますね。確かに。だから自分の感情を伝えられるようにちょっと頑張って表現できるようなダンスをしたいなと思います。楽しみだ ね。なんかツアーからのこの単独公演っていう、なんていうのか、単発公演っていうのかな、はい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 、はちょっと感覚も変わるからさ。確かに。全力で一個一個やって、ま、ね、なんかそれこそちょっと修行してきたじゃないですけど、ちょっとあるよね。なんかやっぱこう、ツアーで培ったものをやっぱこう、そうね、単発の思いっきり一発でドーンってできるところでかますっていうのもやっぱ、ね、楽しみですね。ありますから頑張りましょう、頑張りましょう。です、ね、また来年もありますし。そうですね、はい、で繋げましょう、次に。そうですね、はい。そしてこの3公演を全力で楽しみやり遂げるために、皆さんが食べたいものを教えてください。いわゆるパワーの源静香。絶好調で絶好調で入ってますよ。パワーの源ってやつですね。なるほど、はい、源ね。何かな。僕はもう一択でラーメンです。僕も一択で、あ、あら、ラーメンか。ラーメン、さっきも食べてなかった。さっきも食べてたね。お昼に、ね、食べ行ってたね。抜け出して抜け出して食べに行って、お弁当も食べて、えぐ。正式に抜け出したからね。はい、正式にね。正式に抜け出したから大丈夫ですって言われたので行ってきました。美味しそうね。はい、
僕フルーツだな。あもう僕もです、うん、もう僕もでもライブ前はやっぱ差し入れとかね、差し入れだったりで食べますからね、うん、嬉しいよね。僕もフルーツですね、うん、食べやすいんだよねやっぱり。食べやすい、なんかいつ食べても回復するんだよね。そうね、すっきりするよね、元気で。そうありますか他に。なんか俺多分めっちゃタコ好きなんですよ。ずっと食ってるよな。そうなんだ。タコブツとかいつも食ってるよ。タコブツ単純に生タコに醤油つけて食べるとか、美味しいね絶対ね。好きだ俺も。そうライブ前最近ずっと食べてる気がする。今にゃんは俺もラーメンかもしれない。わあ、本当にラーメンか、うん、まあ、麺類ばっか食べてて最近。あ確かに食べやすいんだよねやっぱり。油そば、ラーメン、スパゲッティ、その3択。パスタ食って、パスタいいよな、うん、麺類がいい。麺類わかるわかる、その気持ちめっちゃわかる、俺その気持ちめっちゃわかるわ。めっちゃわかる。そこだけ強調する人いない。強いな、なんか。そんな感じですかね。はい、はい、ということでハートについてたっぷりお話ししてきました。はい、そしてここからはアンコール編集部からの挑戦を受けたいと思います。なんだなんだなんだ。もうすぐクリスマス、お菓子争奪じゃんけん大会。イエーイ、絶対勝つ。よし、ルールは簡単。アンコールのスタッフとじゃんけんをして勝ち残った人がお菓子をもらいます。負けた人は丸々が負けましたと言って離脱してください。アイコはセーフです。みんなはじゃんけん強い方弱い方。僕は時と場合によります。俺も強い。俺強いっす。弱いっす。俺弱いっすね。俺も弱いです。あれ2人いた。2人いたな。そして1回の勝敗で決まったミラクルもあるかもしれない。なるほど、これはもう運です。確かに、やっていきますか、はい、俺マジ強いから。とりあえず負けなければ大丈夫なんですよ。残れる、ね、アイコはいい。アイコは大丈夫。わかりました。カブトムシでもどうかしら。いきましょうか。じゃあじゃんけんいきましょう。おお、はい、はい、大丈夫です。最初はじゃんけんぽい。嘘、こんなこと負けました。一人負け。タクヤ、タクヤ負けました。ちょっと待って、俺だけ一人負け。他のみんな全員アイコ。あとはみんなパーでアイコです。危な、すごくねこれ。危ねー。もう一回、もう一回ですね。もう一回だ、はい、行きましょう。うん、最初はじゃんけんぽい。うわぁ、ダメか。これはマジで、マジで心理戦だ。このスタッフさんと絶対一チョキでくると。あ、残れるのか。あ、全員残ってるの。え、すげえすげえ。待って、勝ったのに、俺ら勝ってるのにダメなのか。今ユーマスシュートが勝ったんだけどね。最初はじゃんけんぽい。あぶねー。あぶねー、あぶねー。ふみや負けました。なんで残っててよ、そんぐらい。そんぐらい。すいません、残るつもりだったんですけど。運が悪いね。行きましょうか。運ついてないね。最初はぶじゃんけんぽい。よし、うっさ。なんで、なんでアイコなんだって。俺2回も勝ってんのに。またアイコと勝ちで残りだ。やばいね、負けが出ないね。アイコはセーフだから。すごいね。ルール変更。アイコはダメ。アイコはダメ。絶対勝ってやる。勝てないといけないね。最初はグじゃんけんぽい。あ、勝った。うわー、負けた。決まった。マジか、決まった。勝者のユーマさんね。ユーマニャー、勝った。おめでとうございます。ありがとう、やった。今の気持ちを簡潔にどうぞ。いや、なんか嬉しい。簡潔やな。簡潔だな。他には、他にはやっぱもう一クリスマスということで。いや、でもなんかタクヤ弱すぎたなっていう。確かに。もう4人でめっちゃやったね。相手にはならなかった。みんなまあまあ残った。なんかタクヤサンタからバディに向けて愛の言葉があるらしい。何、ちょっと待って。みんな期待してね。みんなメリークリスマス、愛してるよ。どんぐらい、聞いてやんな。もうやめて。絶対聞かないんだから。もうやだこれ。そんな感じですかね。はい、ということで、もうすぐクリスマス、お菓子争奪じゃんけん大会の勝者はユーマでした。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。楽しんでください、皆さんもクリスマス。そろそろお別れの時間です。しんみりです。ここで改めてお知らせです。お知らせをお願いします。シュートお願いします。はい、12月5日にセブンスシングルハートとエイスシングルザワンをデジタルリリースしました。ぜひたくさん聴いてください。そしてライブのお知らせです。で、12月9日10日に LINE キューブ渋谷にてバディーズボリューム4ウィンターランドを開催します。ぜひ一緒に楽しみましょう。
さあその他の情報についてはバディーズの公式サイトや SNS をチェックしてください。はい、お願いします。お願いします。そしてアンコールのウェブサイトもチェックお願いします。それではまたお会いしましょう。お相手はバディーズのシュートとフミヤとケビンとユウマとタグヤでした。さようなら。